バナナ TV。 これがステーキです。まあ、あった方がいいかなと思いまして。豚肉これいいや。木村さん、ムラつけてたんだやべえかもしれないな。あのね、もうすでにやべえ。はい、来ました。バテたね。ちょっとね、暑くて。ここ何なの？フードコート。フードコート？どこで下がスーパーだから、まあ、市場みたいになってて、うん、そこでこう仕入れられたものをここでこう食べられたりとか。なるほどね。ちょっとまあ食べてもらって、うん、体力つけて。腹も減ったし、ね。はい。さあ来た。ご飯。はい、なんだこれ。絶対やばいでしょ。これがトムヤムくん。ああ、トムヤムくん。これトムヤムくんなの？で、これが。エビね、エビの炒め物で、これがオムレツみたいな。オムレツです。中に豚肉が、はい、はい、で、これがステーキです。えステーキ、一応ステーキを、まあ、あった方がいいかなと思いまして。なるほど、なんか、うん、タイっぽいですけどね。タイっぽいステーキ。あ、うまそう、すごい豪華な、はい、お昼ご飯はいはいはい、やばい。なるほど、食べましょう。いただきます。いただきます。トムヤムくん、これいってみますか。そうですね、これは多分ね、やばいと思うな。これぐらいしとこうか、とりあえずね。ちょっといきますよ。いただきます。おいしい。おいしい。辛くない。そんな辛くない。辛くない。あ、本当。でも、分かんない。またそのパターンじゃないちょっとそれくるよ、うん、でもトムヤムくんが、うん、前から言ってる料理ランキング、うん、世界の8位です。8位、やっぱすげえな、トムヤムくん。はい、恐るべしだね。ああ、まあまあ、徐々に辛くはなってくるけど、激辛じゃない。ああ、でも辛さそうだね。なんね、思ってるほど。ほら、ほら、うん、こんなに。おいしい。おいしい。これ大好き。大好き。はい。これはなんだ、これは。これなんかつけんの。なんだろ、これ。卵焼き。オムレツ的な。オムレツ的なね。ケチャップ。これつけてくると思う。これつけてた。はい。なんか色が薄いけど、イメージしてたケチャップより若干薄めの色が、ね、オレンジかなんかね。オレンジのジャムが出てきた感じが。うん。甘酸っぱい感じ。うん。あの卵。美味しいわ。美味しい美味しい。美味しい。ステーキ行ってみます。ステーキね。そうですね。ここはね。焼きそば。一回ね。一回焼きそば。うん。これって、これ何の肉？豚かな？豚です。豚。豚。これ何のなんだ。まあとりあえずこのまんま行ってみようか。うん。いただきます。うん。豚肉。豚肉。美味しい。赤い方が、うん、まあ、タイの若者人気のケチャップソースで、うん、奥の方がタイの、まあ、ステーキ食べるときに黒胡椒のソース。若者人気のケチャップ。これなんかタイっぽいわ。タイっぽい、うん、なんかバーベキューソースっぽい。これトムヤムくん食べよう。ああ、うんうん、美味しい。こっちもなんかトムヤムくんうまい。トムヤムくんがね、なんかちょっとヌードル入れてもいいぐらい俺好きなの。おいしい。結構独特だよね、でもね、酸っぱくて辛くてね。ね。よく世界三大スープだっけ。そうだね。うわ、この焼きそばすっげえ辛い。辛い？辛くないと思いきや。ここにバカなかった？あ、本当だ。焼きそばなんだこれ。辛いところ。さっき辛くなかったのに。辛いとこすんげー辛い。あれ辛い。赤くないからこうなんか気抜いちゃいますよね。どう思ったら。今お昼ご飯食べてもらって。はい。この後なんですけど。いよいよなんか動きが出てきそうなんだけど。この後はあの。